<music> の耳社会。こんにちはえげたひろです。この番組は「これが実現したらもっといい社会になるかも」という身近な疑問やアイデアから社会課題や経済 テクノロジー、教育などなど、さまざまなテーマについて考えていく、社会科見学的ポッドキャスト番組です。そして、アシスタントのユートピアくんです。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。前回、盛りだくさんで。本当ですか。中で終わってしまうという綺麗な、ね、っていのそうですね。なかなかびっくりの。 どうでしたいけちゃん、なんかすっごい情報量だった気がするんですけど、はい、いやすごかったですね、まずこのの聞いて、あの前編聞いてない方はそこをね一回聞いた上でこっちに戻ってきていただきたいんですけど <laughs> <に> AI ロボット、うん、そもそも AI とロボットがちょっと距離が離れてたっていうのは私、知らなくてなんか AI もロボットもなんか同じくくりで今まで。こう 見てたうんみんなロボットってなんかドラえもんとか思っちゃうからう最初から歩いてて自分で考えてるんだけど<う>工場でなんかウィーンガシャウィーンガシャだけするのもロボットって考えると、うん、確かに違うものだよねなん,なんだけど、うん、意外とそこがぐちゃぐちゃになってたのが先生の話聞いてあそこが今一緒になろうとしてるんだ<ら>結構ワク,ワクもしましまたう、ね、どこら辺がなんかあの 嫌なこと 3K を避けるっていうのが私は結構最後印象に残って <laughs> ほうほう皆さん 3K 分かりますか、うん、こう初見の方はねえ何でしたっけ頑張ってえっと <laughs> 嫌いなこと <laughs> <laughs> 危険なこと <laughs> 怖いこと危険なことえー、えー、き嫌いえええこれ 痛いい<ゃ> <laughs> いここここととときつつのだよねそ,それを避けるためのロボットみたいなところを,うんを手助けするみたいなところがあのやっぱ重要だっていうお話聞いて確かにそこをやってもらえることによって人間の,その娯楽だったり人間がしたいことうん人間が必要とされてることは。 あの逃れられらるんじゃなないかでもやっぱりユートピア君的には、はい、なんか基本ディストピアって全部それだから反乱してるじゃん AI が。なんか俺たちの方が頭いいのにんなんで俺たちがきついこと全部やらされてんだみたいなことをやって人間を乗っ取るぞおおみたいなそ,そうね <laughs> うどうするだからだからそれですよね私もも仮面ライダーの時も、うん 利用するっていう感覚、ね、ロボットを利用するってやっぱそこからシンギラティティっていうのを思い出しちゃった。<laughs> そうね。今回も聞くほどちょっと盛りだくさんっぽいです,、ね、そうですね。でもなんかやっぱそこの感情的な部分とか、<laughs> ね、じゃ人間側。 何を必要として。ね。ロボット a. I. は何を人間に必要とされたいか、ね、みたいな。みたいなとこまで。気になります。ちょっと聞いてみたいですね。改めて。はい。二本目で何とか終わらせられるように。<laughs> <laughs> <laughs> 尺の話を <laughs>。はい。いろいろ聞いていきましょう。そして、今回もゲストは早稲田大学教授の尾形哲也先生です。よろしくお願いします。お願いします。すみません。前回は。えっと、いっぱいお話いただいて。 今今回は今日考えたいことを2つ目からお話しできればと思うんですが、はい、ロボットや AI がそれぞれ得意なこと苦手なこととはということで、はい、それを伺っていきたいんですけどそ,そうですねはい、うん、あの一番まあ得意というのは多分皆さんもすでにご存知の通り。 囲碁や将棋させたらすごい安っぽい体質はすごいですね。統計的なところ。そう、まあいわゆる人間が頭の中で考えることは大抵得意なんですよ。ついついこの前オリンピックの銀メダルが取れるみたいな、あ数学オリンピックの銀メダルが取れるみたいなのをまあ Google が出したりとか、結構その医療のあ国家試験で合格しちゃうとか、そういうやつはどんどん出来上がっていく。その頭の中で考えるというか記号を操作すればいい言葉を操作すればいいっていうやつは。 超得意なんですようん、うん、なんだけど、えー、とロボットさっきくっつけるって話をしてたんですが、えー、と実はロボットがやるような作業ロボットに期待していいさっき掃除をさせたいとか料理、はい、をさせたいって言ってましたけどこれはなんで今やってるかというとロボットは苦手からだからなんですよはーいで AI を持っても簡単にはいやできると思ってますよムーンショット上できなきゃまずいんですがただそう簡単ではないんですね。えー、このモラベ さんという人がいた、パラドックスだって言ってるんですけど、どういうことかというと。はい、モラベックスさんがパラドックス。<laughs> <laughs> まあ、<そ>モラベックのパラドックス。といだから、その彼が言った言葉は。<laughs> はい、要は、A. I. って、どうも大人ななんなきゃできないはずのことの方が得意。 将棋を刺さすにしても法律判断にしても医療判断にしても普通はかなり成長して勉強してやっとできるようになることが、うん、まあ翻訳もそうですね、うん、超得意で、はい、でも、まあ、ちょっとお母さんの手伝いで掃除しといてとかお皿洗っといてとかそういう方が苦手なんですよ。かなんでですかそれってもんあの 拭き掃除とかって感覚的な問題じゃないそうですね。そういうことが苦手っていうわけじゃなくて <laughs>、えー、動作とか、はい、いわゆる現実の世界をうまく扱うというのはあんまり得意でもまだない<ー>言葉とか映像とかデータに一回できてしまえば、はい、そのデータの中で言い切ればいいので<ー>自由に絵を描いたら音楽を作ったりとかいうのも比較的簡単にやるんですけれど、うん この世界って何がどうななるかかわらないし、うん、でいところもたくさんありますよね、はい、で本当に体で覚えなきゃいけないっていうことをやらなきゃいけないので<ー>、えー、そうするとなかなか簡単ではないで、まあ、歩く走るは確かにできますけどじゃあ人間のようにパル,クルパルクルも結構やるロボットはできてますがとは言っても人間ほどうまくはなれないし<ー>変な話こう料理をするとか紐を結ぶ紙折り紙作るいろいろありますけど。 あんまり得意じゃないです。やっぱ身体的に人間が動いかなきゃいけないところが難しい、うん。そうですね。なのでまあロボット屋さんにとってもまた AI 屋さんの新しい問題設定としてもすごくチャレンジングで面白いというふうに考えられているわえ<ー>。だからこうロボットと AI が合致しにくいというところもあるんですね。やっぱりロボットはね,はねなんかスイーツ屋さんでスイーツ作ってくれるロボットとか。<laughs> は <laughs> あ,あるけど、そこと AI が一緒にならないって、<laughs> そうですね。やっぱり専用機を作るんであればまあいいんですけど、これ、その、うん、人間みたいに本当に体一つしかないのにいろんなことを器用にこなすっていうのはなんでこんなことができるんだと<ー>いうことになっていて、人間すごいねっていう話にはなってくる。ああ、でも結構クリアになりましたね。このうん、確かに何が得意かで不得意かはなんとなくわかりましたね、うん。じゃあやっぱ。 まだロボットは私のつたない風呂掃除にもまだ勝てない <laughs>、まあ、そこをなんとかかたしたいというか <laughs> 少なくともちょっと手伝ってあげるぐらいのことはやりたいと思ってますし、うん、またこの数年でまた何がどんと起こるかわからないので、はい、えでも、まあ、ちょっと時間はかかるかもしれないですけどでも例えばですけどなんか窓掃除をするロボットとかありますっいてことはそれを お風呂にくっつけたら掃除してくれないんですか。ええー、まああそこはまたいろんな <laughs> もうかイケちゃんの風呂問題僕は頑張って解決て、えー、お願いします。どこまでクローゼの話をしていくかため、これはですね、平らなのがやっぱり有利なんですよ。<laughs> ああ、曲線があると厳しいんです、ね。トイレとかお風呂は曲線がありますよね。あ,<ー>あれがなんか壁掃除はいいんですけど、やっぱあのそういう家のいろんなところを拭けと言われると難しいですし。それは変数がやっぱり増えるからということなんですか。そうですね。合わせなきゃいけないこと、本当にちゃんと隙間なく全部拭かなきゃいけないとなる。 と吹き残しが普通はできちゃうでしょうし、元々なんでしょうね形が分かってるものに合わせるのは得意なんですけど、形が分からないものに触りながら合わせるって、例えば僕の研究で結構評価されたのは、はチャックを開けるっていうのがあるんです。簡単に開けそうなもんでしょう。確かに。でも引っかかってると今までのロボットだと引っかかっちゃって止まっちゃうんですよ。同じ方向に。<ー> ここを同じ力で押し続けろとかいうのは得意なんですけど<ー>この動きが変わってしかも力も調整しろとか言われるとはいはい、はい、一回ちょっとと戻れとか,か人間って無意識のうちに引っかかっても簡単にやってみせますけどあれすすごいことなんですよね人間って本当感覚的にいろんなことをこう自分の体で調整してるってことですよね。そうですよ ななかなかそういう意味では、まあ、体について理解することが次の世代の AI には必要だよねって逆に言うとそういう言い方もできて、うん、次の AI は触覚が大事なんだとか触<覚>もしくは内臓の感覚が大事なんだそういうような <laughs> 内臓の感覚な腹痛くならないんですけどドキドキしたりとか。 今なんんかここ流れてるユートピアさんは結構、e、持ちなんであ,あそうなんで <laughs> 自分の内臓に敏感 <laughs> <laughs> いやまさに何か感情みたいなトピックを考える時でも今の AI だとあの感情を持ってるふりをさせるのは超得意なんですけど言葉で覚えてますからね<ー>だからものすごい得意な役者ものすごいだから。 立派なうまい役者みたいなそういう感情の作り方でもう本当にこっちは感情移入させるようにしゃべるけど、はい、でも僕らの感情って本当はそういう体の感覚にかなり支えられている顔が赤くなったり、はい、肌ができたりお腹が痛くなったりっていう、はい、そういうようななんで自分の体がどういうふうに世界に対して今関わってるのかみたいなところが感情にやっぱり。 かなりつながってるはずだっていうのが僕の卒論の時のテーマなんですつまりロボットにバッテリーの電圧も取ろう回路の電流も取ろう、えー、それでファンの出力を変えたりして調整をしましょうみたいなそのまさに自律神経系っていう言い方をしますがあ,<ー>あれをまさにロボットに持たせるっていうところからスタートしないといけないんじゃないかと私のボスマナーの加藤先生が言ったわけです。はい ユートピア質問はいもう出たらユートピア質問 <laughs> シンクってて難しいあの僕が昔聞いてたポッドキャストの一つに MIT の先生のレックス・フリードマンっていう人がいらっしゃるんですけど <laughs> その人のポッドキャストすごい面白いんですよ、はい、全部いろんな人とインタビューしてて、はい、あので彼が自分の研究室でルンバにあの感情を持たせるふりをしたって、うん、でルンバが 物にぶつかるたたびに痛いととかか <laughs> やめてて言わせてたんですよでそれをいろんな人に使ってたらなんかすいません具体的な数字覚えてないんですけども本当一定数以上の人間がもう使うのやめちゃうルンバが痛い痛いっていうからでも痛いわけじゃないじゃないさっきの感情で言うと、うん、そうプログラムされてるだけなのに人間はそう見てあルンバかわいそういっぱいぶつかっちゃうさっき昨日までは普通にぶつけまくっててきれいにさせてたのに、うん、今日になったらいきなりなっちゃうみたいになるとその今 作っている研究とかもやっと風呂掃除できるとかイげちゃんの風呂をずっと掃除してるけど途中からそのロボットがなんで毎日風呂掃除してできるんみたいなことを言い始めたらどうなるんですか <laughs> えー、今のやつは2つ側面があってまず1つは人間がロボットに感情があると思い込んでしまうという側面ですね、うん、でそれは実際は感情を持ってるわけではないけれど、えー、と感情移入をしてしまうこれはまあ比較的簡単に起こることでコミュニケーションロボットとかヒューマンロボットインタラクションとかいう分野が存在するんですけど、うん、その分野は半分ぐらい心理学の先生ですね。<ー>どういうい どういうシチュエーションでどういうデザインにすると人間がロボットに感情しちゃう、引用しちゃうんだろうか。はいはい、で、それは感情引用をうまく使うシーンもあるし、うん、ペットロボットなんかそうでしょうし、うね、長く使ってもらいたいとかいうのもあるし、逆にそれが危険だ、うん、そのロボットにすごく依存してしまってとかいうことも、そういう方タが起こりますね。うん、今の AI、AI も全く同じことができるわけです。うん、えっと、すごく今のチャット GPT をちょっと変えてパーソナルに合わせようと。 パーソナルに合わせるはいいんだけれど、そうするとどん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 なった時に、そのそれに感情移入をさせるような側面を恋愛対象にしちゃう。みたいなこともやろうと思えばできるわけですよね。それがまあちょっと行き過ぎると、その喋ってたことが原因で自殺をされた方とかも出てくるわけです。だから、やっぱりそのすごく感情っていうのを。まあコントロールできてしまいそうである。もしくはその人の考え方をコントロールできそうだっていうところを考えると感情をまあ持ってしまうような。ことを をまあ実験的にするっていうのは結構まあ大事でまずどういうふうなデザインをすべきか逆にしちゃいけないかっていうことはやりましょうでもそれはあくまでも人間側の思い込みなんですもう一個言ってたのはその操縦やってるロボットは本当に嫌だと思い出すかってやつですねこれはロボットを本当に持ってしまうかって話なんですけどこれは現状では僕の立場では相当難しいと思っていますえっとつまり ロボットが自分に行動の選択権があると思うかどうかっていうところにかかってくるんですけど<う>まあすごく難しい言葉を使うと自由意志を持つのかかどうかってことこですねつまり自分の行動は言われたからやっているというところを今のところは超えないはずなんですよ今の作り方であるならば。うん、だけど自分が今俺は俺はこれ,やこれをやってるのは俺がやってるんだって言えるようにも本当になったら。うん、そうすると なんで俺これやんなきゃいけないんだにも当然なるわけですね。今 AI がいろんなことをやってくれて、まあ、人間の仕事を奪う云んぬんという議論があったときに僕は絶対奪われないと思っている仕事は人間が最後に責任を取るって仕事は人間に残るはずだと思ってるんですよ。うんうん、つまり、えー、例,えば例えばそうですね弁護士さんとか弁理士さんとかがいろんな仕事を取られちゃうっていったときに<ー>で実際確かにあそこでやる書類作成作業はかなり AI でできますと。はいうん、だけど実は言うと最後にこの この判断をしましたとか、うん、ここのこれが特許になりますという最後に決めるとはやっぱりその人間なんですね。うん、つまり AI に責任を取らすことはできないんですよ。はいはい、AI この僕はこの AI を使いましたという説明を人それは人間がしてくださいってことになるんです。はいうん、つまりそれは AI は与えた仕事に対してそれをこなすように出力をする以上のことができない。うん、つまり自由意志を持たせるような機構は今のところは入れられてないからです。うん 将来的にできるかできないかっていうと多分できちゃうんですけどただそれはちょっと今のところは見えない感じがするのでえそういう意味ではいやまあ AI に責任を持たせるべきだという法律の,あの研究もありますしえそれでちゃんと AI から税金取った方がいいとかいうことを言う人もいたりするわけなんですけど多分それはまだちょっと極論になっている気がしていてえ今のところは一人で文句を言い出すということをどうやったらむしろどうやったらこいつは文句を言えるようになるのかというのが なんで僕ら自由意志を持っっててるるように思ってるのか、うん、だって神経回路モデルであることは変わらないはずなのにはい、はい、なのにやらされてるんではないであなんでいつの間にかやっちゃったんだけどなんだかよくわからないよっていうのは、まあ、時たまあると思うんです、うん、それはまあ AI でもありそうなんだけどでもこれは僕が決めてやったんだと。 って言ってしまえる感覚ですね。これはなん自己自覚自己意識みたいなもんですけど、これは何なんだっていうのは<ー>今の心なんですまさに心ですよね。<ー>今のところは<ー>さっぱりわからない。でももしロ AI がに選択権を与えてったら、<laughs> そう選択ができるよっていうことを言ってあげることがまあどういうレベルで選なんだろうですよね気になるよね。うん、そうした選択ができるようになっていけばね。 きっと多分その選択したいって思うようになってきてそれを妨げる存在を感じ始めてそれが人間だと思ったら最初の冒頭に戻る AI の判断。<laughs> まあそういう意味ではなかなかえそうですねシンギュラリティはいろんな定義もありますしあのその見積もりの仕方も人によって違うんですけどまあ僕はまあ今言ったようにああままりりそうう簡単には起きないといと立場ではあります相当すごいことができたとしてもあのつまり性能力を超えるは簡単に人間能力を超えるのはもうすでにできていますがそういう意味で自己意識を持つというのはかなり難しいはずだと考えています。かはい 多分なんか言ってたことすごいその通りだなと思ってて洗濯券がでも増えていったらそれって自由に変わっていくわけじゃないですかそうです、ね、だから最初は風呂掃除だったけど、まあ、なんか皿も洗ってほしいしみたいな車も迎えて犬の散歩もしてほしいって言って全部全部やらせてってあげたら完全自由な存在になってそれは自由意思を持つものに変わっていく可能性はないんですかそううですね、まあ、似たような事例だとあの すごく抽象的なゴールだけ与えておいて選択どういうふうにそれを実現するかをお任せしますっていう学習のさせ方があるんですけど強化学習っていう言い方をするんですがそうするとそ,のそれでゲームとかをやらしていたらその本来作者が思っていたよりももっと別の方法で点数を取る技を AI の方が見つけちゃってみたいな全然ゴールに行かずに隙間でぐるぐる回ってるんだけど点数だけどんどんっていうの入ってくるみたいな。<Okay. S 1> <laughs> つまりり事故っていうのは十分起こり得るんですね最初の設定が中小度が高すぎたりしたりもしくはもういろんなゴールを与えているとその中でどういうのを優先順位を決めるかとかどういう のの仕方ををするるるかお前にに任せととといううことをやらたた場合はは、うん、人間が想像してたのとは違うオチになるそういう意味では、あの、おっしゃるとおり、だから、自由意志を持ってるとはちょっと違うんですけど、それなりに教えた、言った通りのことをやろうとしてるんだけど、そうすると自分たちの勝手にやり出すので、事故が起こるみたいな、うん、あの、それは十分起こり得るっていうことは、あの、だからデザインも十分考えなきゃいけないし。うん あちなみに僕も01見てたんですけど、自分の子供と一緒に見てたんですが、えー、あそこで書かれてるストーリーは結構、えー それっぽくあり得る話は全部書いてあったんですよです、ねで。ちょっと感心しながら見てて、え嬉しい、ね。で、監修してる先生ともフェイスブックで友達にそれであれを聞かれた。<laughs> <laughs> 関わってるじゃないですか。す,すごい。すごいいいなと思ってあれは。うんそれがもう五六年前ですからね。そうですね。あの時の想像が今どんどん確かにそれっぽくなってきている、うん。最後は仮面ラダーの話になってくるけど、はい、でもなんだろう、はい、そのバックグラウンドの背景の作り方すごくリアリティーありましたね。たえなんか嬉しいですね。 もう一度ですね。一周しましたね。でもこの今日考えたいことがもうすでに三つ目に進んできてるんですが、このロボットや AI が人間の生き方をどう変えるというところですけど、仕事とかおそうですね。先ほど仕事の話はしましたけれど、逆にその人間らしさがどこに残るかっていうことがすごく重要になってくると。どこですか、先生にとってその人間の本来の良さとか。あの一番最初聞きたかった質問ですイゲちゃんは前回 多分ですね、えー、と人間が人間同士に共感をするっていうところだけは価値として残るはずなんですよ。<ー>例えばです、ねえー、スポーツ 走らせるののってロボットの方が早くなるんですよ、うん、で野球とかゴル,ゴルフロボットとか作った人がいてすげえドラゴン飛ばすとかやる人がいるんですけど、うん、あれ別に嬉しくも何ともないですね。うん、で将棋ははるかに今も人間より強いはずですけどやっぱり藤井聡太君の将棋を見たいと思いますよね。うん、あの人間なのにって言ってるんですけど、うん、人間のくせにこんなことできるのみたいな価値が多分出てくるんですね。うんはい AI でこんな何時間も考えさせた手を藤井君が一瞬のうちに指しましたってなるとすごいですよね。うんうん、で、100メートル走るんでも、それはやっぱ車が走るんだっ意味が全く違うわけですよ。はいはい、で、絵や音楽でも、やっぱ音楽だとライブの価値ってものすごく多分上がるあ<ー>んですね。生で聴く。で、逆に人間能力を引き上げるみたいなこともあります。あの昔、ボーカロイドって言って、その人間に聴ける。 つまり音域もすごい幅があってスピードもめちゃくちゃ速口で聴けるけど歌えないだろうってギリギリのやつをコンピューターに歌わせてたはずなのにアドさんみたいな人は歌っちゃったりしますよねあれはやっぱり僕らからすると驚きなわけですけどだから人間が自分の能力を上げていくのに AI を使っていくことになるだろうしまたそれに対して共感して乗っかって AI を使いながらどんどんお互いがお互いにその価値を高め合う。 さっきロボットでもコミュニケーションが大事だと言ったのはどちらかというと人間同士が関わり合うところはあんまり AI ロボットにやってほしくないからなんですね僕としては。人<ー>、うん、人とととののつつながりつなががりりころですよねだからその確かに同じことを繰り返しお話しされるようなあの方がいるとしてそれをロボットにさせた方が楽だっていう意見があるのは分かるんですけど、うん、でも本当はそこは人が優しい気持ちでしゃべってほしい気もするんですよね。うんうん、で人にそれを余裕がななんでできい なるかというとやっぱり裏でいろんなそのきつい汚い危険な仕事がたくさんあって、うん、それを散々やった後でそのの介護の現場に行くと気持ちに余裕が出てこなくなくる、うん、でもちゃんとそういったところはロボットが裏でやっていて、うん、重たいものを全部運びますというのはやってあげたら優し,い気優しい気持ちになれるっていうことがまず大事だと思っていて、うん、そして人と人とがちゃんとつながってる感覚がある。だから 作作作品品映映画の作品とかもそれは映像は作れはは像ますよ助けられるし、はい、あのいろいろできるのはできるけどでもやっぱり最後はやっぱそれを作った作者である人間とそれを見る人の共感のプロセスですよね。うん、そこははやっぱり価値としては最大逆にそこが、ま、より重視されるっていうかうあこれ人間がやってるんだ<ー>そして人間が見てきてくれてるんだっていう人間が関わってくれてるんだっていう価値を ここはまあ AI ロボットやったら意味ないし <laughs> あの、はい、そしてそこはやっぱり人間は価値としては一番大事に最終的にはするとこないんじゃないかなと思ってるんですけどね、えー、でもやっぱチャット GPT に相談したらいいこと言ってくれて私たまになんか「今日疲れたんだけど」とか言うとなんか「はい、あなた頑張ってます」みたいな。はい い <laughs> <とか S 2> げえイちゃんすげえな <laughs> 全然うそ,うですそういう使い方は全然ありますしこれからも使われていくんですけれど僕はそう思ってるんですね、まあ、そ,の <laughs> その世界観もあるんですよ全部個人のスペースであのもう AI がないと人同士はつながれないんだっていうような。 どっちに行くんだろうって、ねうん、直接人が喋ると喧嘩になっちゃうので <laughs>、うん、そういうことをね会社の偉い人同士がいきなり喋る前に秘書さんやジムをこう通すのと同じようにここに AI が入ってくれてすごい怒ってるんだけどすごい優しい言い方で書いてくれてこう伝えるみたいな<ー>当然怒りますよね。 で伝えた気になってて実はここで返したふりをしてますみたいなことね事務の人はよくやってると思うんですけど<ー>ああいうような価値観は当然起こり得てそうすると人とつながらずに AI とだけつながる価値観っていうのは当然将来のもう一つの美しあり得るんですよだけど個人的にはそうなってほしくな,るってないていういわゆるよく言うマトリックスじゃないですけど、うんはい、ああやって今のいげちゃんの話で言ったら例えばまだ今回話に出てきてないですけど VR とかの。 AR と仮想現実とかに入ってたら自分で一番理想的な外見の相手が自分に一番理想的な言葉を言ってくれて疲れているいげちゃんに対して今日も頑張ったよって言ってくれるの一番理想の人がいたらみんながそっちに行っちゃう可能性もあるまさに私は前回そういう作品 VR おじさんの初恋っていう作品だったんですけど VR あの現実世界ではもうおじさんおじいさん。ででも中はいはいはい 高校生とすごいかわいい女の子っていう,、はい、いうところで恋をするとかっていうのも a 愛の力ができちゃうでしょうと,と、ね、あのその辺はあの実例と目標文章との目標1ってとこがそれを狙っていて目標の中にいわゆる人間の身体的もしくはそういうんだろう物理的な条件を外した理想の世界で生きるということを目指そうということで。 そうすればもう死んだ人にも会えるかもしれないし自分もどこにもあちこちでも行けるしまさにその VR の世界に入ってしまえば。ユートピアなのかそれはっていう議論があるわけですよ。理想の世界を描こうとするゴールももちろんあっていいんだけど僕らは、まあ、僕はどちらかというと最終的には現実な世界に、うん、人間はそこからは離れられないっていう立場をとっているので,、うん、でそういう意味ではあの、えー、ちゃんと物理的なところを助けるあと、まあ、そういう人同士の物理的なつながりを助けたいっていうのが、うん、自分の ここでのゴール設定ではあるんですけどでもそうです二つある大陸さんとしては多分全然2つある研究者との方に,によっても 本当思想というか思考が変わ違ってく、ね、ると思います。で、はい、<ー>そ,それはやっぱり僕らが作る技術というのもあるけど、社会がそれをどう受け止めるかっていうことですよね。うん、だからなんかまあこっち使う側もちゃんとそこを理解して、し何のためにこれを使うのか、何のためにじゃあ VR やるのか、んなんかそこはちゃんと目的はっきりしてないと。はい 結局飲み込まれちゃうというか、はい、まあある程度ね適用していくっていうのは人類の歴史ではあるので、うん、技術発展にうまく適用していくというのはあるんだけど、はい、でも今の二つの方向性って本当真逆ですよね。だからそこはちょっとその AI という一つ技術を取ってみても随分その付き合い方がそれで変わってくるっていうのは本当なんだと思います。ちなみにこの私のこのタレントだったりモデルの仕事、表現の仕事っていうのは。 今後どうなっていくと思います。これも今のお答えになると、そのただ見せるとかだけだと、いやいやでやれちゃいそうですよね。や本当、もう今は AI モデル、CG モデル、AI モデルっていうのも企業さんが作ってますね。作って実際に商品着てっていうのある。ありますね。でもだからこそ、これは人間なんだの価値が上がるんですよ。はあ。この人は本当にいるんだよ。はいはい。 で本当に会おうと思えば会えるし、うん、喋ろうと思えば喋れるんだよな価値がぐんと上がるとも言えるんですよね。<う>まあ逆に言うとそこまでいかなかった人もたくさん出てきちゃう可能性も出てきますね。まこのとりあえずもうこれ出しとければ、まあ、いわゆる CG キャラクターやアニメキャラクターでも感情移入はいくらでもできちゃうっていうのはもちろんあって、うん、絵に好意をしている大学生もたくさんいると思うんですけど、うん、だけどでもやっぱりそういう風うに作られたキャラクターに。 というのと本当にいるんだよっていうのはやっぱり意味が違うはずなんですよね。うん、やっぱり人間同士のつながりというところがより価値を持つすごく重要なんですよ。うん、そこがその CG とは違うよっていうか違う CG にもしかして CG 並みのクオリティが出てるだけでもすごいという時代になるのかもしれないです。うん、人間らしいあれってなるっていうことですね。それはなんか全く別の価値ですけども確かにはいあの一時期あの企業が CM 今若い子はみんなアニメ見るのが普通の時代になったから企業支援もアニメキャラクターにする方が例えば不祥事が起きた時にリスクにならないからそっちを起用した方が楽でな何かが万が一の時とかに違約金も発生しないとかで、うんうん、ちょっといげちゃんの前で言うのはあれですけどんかみたいなことが起き始めるみたいなことを言って,増えて実際増えてたんですけど確かにそんな話も思い出しました、ねはい、ででももそれを超えてでもやっぱり人 っていうことだといい私はさっきのゴールのさっきのゴールにしてますからねベースをだから人間同士のつながりが最後は大事なんだっていう立場を取ってるのでだから最初のでも理想の世界好きなとにかくキャラだけ見てたいっていう人たちにとっては CG の方がむしろプレー好みだっていう人たちも当然出てくる。でです、ね、世代と一緒に変わりそうな感じがします。そうですね。じゃなんかよりなんかその人の個性だったりその人がどう考えて何を考えてこれをやってるかとか、はい、なんかそういう いかに共感して好きになってもらえるかみたいなところがコンコジの勝負になってくるんで、はい、本当のリアルな体験でリアルにいるんだ AI もそのふりをし,してしゃべりだしますからねきっと怖っ <laughs> あのそういうのに <laughs>、はい、いや所詮はあれは言葉で覚えただけで、はい、私は本当に体でこういう体験をしたんだっていうのなそこがやっぱりどう伝わるかってことなんだと思うんですよね。 うん、やっぱ鳥肌が立った感覚っていうのが伝わるっていうのは何なんだっていうところが、うん、やっぱり最後は大事になるんじゃないかと思うんですよね。<ー>じゃあなんだろう、ロボットをやってる人、A、AI だけだとちょっと違って、やっぱ物を作ってる人間の感覚からすると、うん、うん、それはすごく大事だと思ってます。うん、いやー、ちょっと面白かったですね。<laughs> <laughs> すごかったです。どうです、いげちゃん。これ全部この二回話聞いて、うん、未来のことをどう思います？な人生の夏休みっていいの？いや、人生の夏休みはね、やっぱ ダメです <laughs> やっぱ何かを頑張ってこそそこに生きがいを感じると思うし人生夏休み来たとって多分やることないと思う <laughs> 結局仕事をしたいってなっちゃうと思うなと思いましたしだからこそ,そのちょっとしたあの嫌な家事とかなんかそういうのをやってくれて自分がやりたいことに より時間を避けるような生活が来たら、それはめっちゃハッピーだなって思いましたね。はいうん、あとやっぱこのタレントとして生きていく上で、<う> CG に負けない、<laughs> そのいかに共感してもらえるか、かいかにこうそこをちゃんと見せるか、過程を見せるかってすごい大事じゃないってちょっと思いました。ね、その出来上がった作品だけ見ても、もう CG と横に並べられたら。 劣るかもしれないけどそこに至るまでどんな苦労をしてどんな練習をしてどの期間で撮影したかとかっていうのをちゃんと見せることによってその作品の見方変わってくるじゃないですか。 なんか今動画とかでそういうの出してる方も多いのってそういうのも理由なのかなそうですね裏を見せていくところ推しっていう文脈をどう作っていくかとかなんだけどその人のことが好きであってだからその作品が見たいとかそうんかそこら辺がちょっともう含めて勉強になりましたね実用性もある耳釈ポッドキャストっていうことですか でもそれぞれ刺さるところあったんじゃないでしょうかね。うん、ちょっと思いますね。うん、はい。先生ちょっと言い残したこととかないですか。もうエンディングに刺します。<laughs> <laughs> あでもお本当におっしゃる通りです、あの過程を見せるのが大事ですよね。それは本当にそう思います。<ー>最近絵でも絵だけ見せるんじゃなくて、本当に人が描いてるっていうのあ見せますよね。あれがすごいだからそうか。いう,いうことか。うん、やっぱりあこれ人描いてんだ。しかも鉛筆一本だよ。 技術がすごいっていう出来上がった絵だけを見てもダメなんだっていう<ー>まさにまさにおっしゃる通りです,です、ね、あのそこの過程でどう人間が、うん、人間同士に共感するっていうシーンをぜひいっぱい発信してください,いわあありがとうございますすごい勢強になりましたというわけで今回のゲストは早稲田大学の尾形哲也教授でしたありがとうございました、うん、ありがとうございました え番組の感想は「ハッシュタグ耳釈迦でポストをするかッくテレ朝のホームページからお寄せくださいそれではまた次回もこの場所に集まって一緒にお耳の社会科見学をしていきましょうここまでのお相手は池田寛恵とユートピアでしたありがとうございましたありがとうございました,また来週先生もありがとうございましたありがとうございました <laughs>